亀井沙沖は日本の元政治家、参議院議員、衆議院議員、国土庁長官、国民新党幹事長、総務省顧問などを歴任した。自由民主党時代には、閣内人事では国土庁長官、党内人事では自由民主党の国会対策委員会副委員長、総務会副会長、政務調査会の副会長、会長代理を歴任し、 自民党の党三役に近い立場にいた。2005年7月5日の郵政国会では、衆議院本会議で郵政民営化法案に反対票を投じ、同年8月、渡抜き民助らと国民新党の決闘に参加した。決闘時より国民新党幹事長を務める。2007年7月の第21回参議院議員、通常選挙の島根県選挙区には、 長女の亀井明子が国民新党公認民主党推薦で出馬し、初当選。しかし、2009年8月30日実施の第45回衆議院議員総選挙では、小選挙区で落選し、比例区での復活当選も叶なわなかった。衆議院議員失職に伴い、決闘以来勤めてきた幹事長の座を退き、党顧問となる。同年10月、 総務大臣である原口和弘の要請により、社会民主党副幹事長の保坂信虎とともに、総務省顧問に任命され、官報の宿売却問題をはじめとする優勢、民営化に絡む疑惑解明のための特別調査チームに参加。2012年4月、長女の亀井明子が亀井静香とともに国民新党を離党。それに伴い、自身も、 国民新党顧問を退く。同年12月、恒例であることを理由に第46回衆議院議員総選挙に立候補しない意向を固め、政界を引退すると表明した。自身の選挙はあまり強くなく、衆議院選挙では通算3回落選している。参議院議員時代は島根県選挙区から選出されていた。衆議院に倉替え後の中選挙区時代には、 竹下昇を選出していた島根県全県区から立候補していた。衆議院議員として初当選した第39回衆議院議員総選挙では自民党を離党して消費税の一時廃止を訴え、竹下陣営と対立した。小選挙区比例代表並立制が導入後は島根3区で当選を続けたが、同区が再編されるに伴い竹下渡るに地盤を。 譲り比例代表へ転出した国民新党決闘後は反自民に転向したため、竹下登元首相や竹下の最側近だった青木幹夫前自民党参議院議員会長の影響力が極めて強い保守王国の島根県では苦戦を強いられ、2005年の第44回衆議院議員総選挙では島根2区で竹下登の辞定、 渡るに敗れ比例復活で当選したが、2009年の第45回衆議院議員総選挙では、自民党に猛烈な逆風が吹いたにもかかわらず再度竹下に敗れ、比例復活も果たせず落選した。自民党では、高知会、後に、大友会に属した。昭和51、政界がロッキード事件で大混乱に陥っている中で、 中山太郎元外相をはじめ参議院の有志と相はかり党の再生運動に取り組んだ。国会議員をはじめ自民党の各都道府県支部や党所属の地方議員に呼びかけて新しい自民党を作る会を結成、国民に開かれた政党を作るために積極的な運動を展開し、総裁選挙に全党委員が参加する道を開いた。また、 昭和54第一次太平内閣で郵政政務次官を務めたときは、前提が勝負をかけた大闘争の最中であり、年賀郵便が支配されるという異例の事態となったが、白浜に基地郵政大臣を補佐して、郵政事業を守り抜き今日の健全な労使関係を築くきっかけを作った。さらに、平成5年衆議院定審委員長を務めたとき、 小泉純一郎郵政大臣に反発する、定審委員会が、与野党を一致して、委員会審議を拒否したため委員会が開けず、郵政関係法案の処理が不能になる事態となったが、大臣と委員会との調整に取り組んだ結果、委員会を円満に正常化させることができ、全付託法案を処理した。郵政改革関連法案に反対し自民党を離党した。 憲法のの政治上の運用についてて精通しており日本国憲法を様々な点について改正すべきであるとしている。日米安保条約と第9条が外交戦略上果たしている役割について評価しており、第9条は改正すべきではないと主張している。本籍地は島根県鹿野足津和野町中座。現住所は島根県松田市有明町。趣味はスポーツ。 音楽鑑賞、旅行。特技は、ジャズドラム演奏。ザウの名は、行夫行。尊敬する人は、勝海舟、松下幸之助。なお、久置という名前の由来は、祖母、久氏と父の勤めていた孝銀から。家系は、大名家で、旧和の藩主、明治以降は、旧家族の伯爵家。その他の親戚では、同じく、岩倉智美の夜叉子である、 香山雄三とは三いとこにあたるの総尊。家系、これのり、せいのり、ここせい、ここせい、ここまん、ここのべ、ここ種、のりてい、のりけん、ここなお、ここかた、これみ、これやき、ここつね、ここだて、ひさおき、あきこ。ありがとうございます。